What is up guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、久しぶりのドスターミーナツ、もといミスタードーナツの食べ放題ですね。今回新作がね、出ておりましたので、早速食べ放題していこうと思います。それに加えてね、ザクモッチドッグたるものもね、まだ食べていなかったので、今回食べていこうと思います。それでは早速いただきますということでですね、一発目はね、まずアイスコーヒーしばいていきまして、こちらですね、チキンとマカロニのジェノベーゼになります。筋トレ直後だったので、まあタンパク質まず入れとこうと思いまして、こちら食べました。いきなり甘いもの言ってもね、ちょっと甘くてかったるいなっていう風にもなりそうだったので、タンパク質大事ですね。こちら初めて食べましたけれども、ジェノベーゼの風味がもう食べる前から伝わって非常に美味しかったですね。マカロニは正直あんまりわからなかったんですけれども、っていうのがパイのサクサクが強すぎてね、マカロニのもちもちがちょっと感じなかったっていうような感じですね。2つ目が生ポンデ宇治ほうじ茶きな粉になります。こちらも前回食べてなかったかと思いますので、これもね食べていっております。黒蜜がね後添えでついているっていうような感じで、もうご自由におかけくださいっていうので、もうわがままなんで全部かけて二口で食べちゃいましたけど、相性いいですね。すごい美味しかったです。3つ目、いよいよ真打ち登場、フロマージュドオリジナルです。箱にねマスタードーナツって書いてるんですね。ミスタードーナツじゃないですよ。肝心のお味なんですけど、これてっきりねシュガーグレーズだと思ってたら、アプリコットナパージュというものになるようですね。柑橘っぽいような風味がすごくて驚いちゃいましたね。非常に美味しかったです。そしてこちらがフロマージュドブルーベリーになります。この上に乗ってるのがただのホイップじゃなくてチーズホイップらしくてですね、なのですごい爽やかでしたね。でブルーベリーソースも相まって爽やかさ2乗というような感じでした。お次に食べていくのがフロマージュドティラミスになります。こちら開けてびっくり、中にですねエスプレッソフィリングが入ってまして、結構ねビターめな感じで大人にはたまらない一つですね。そしてこちらもまた上にねチーズホイップが乗っているので、カッタルクがないんですよね。本当に爽やかなホイップっていうような感じで、もうパクパク食べれちゃうような、カロリーはちょっとパクパク食べたら怖いような、カロリー爆弾なんですけどもね、美味しかったです。そして新作最後に食べていくのがフロマージュドダブルクリームですね。このダブルクリームはチーズクリームとホイップクリームの2つになっているようでして、爽やかさともったりさ相まってすごくリッチな一つでしたね。今回の4つ全てそうだったんですけれども、サイズが小さめなんで本当にパクパク食べれちゃうんですよね。の割にはカロリーが高いので非常に怖いメンツでした。またまた新作ですね。7つ目がザクモッチドッグカレーになります。前回のザクモッチに比べましたら、ホットドッグのような形をしてまして、で割と、まあ、長めなんですよね。なのでなんかこう手で持つ必要性というのがそもそもないので、非常に汚れにくい一つになってましたね。肝心のお味なんですけれども、まあたまらない美味しさでしたね。カレーの香辛料もまたね非常に効いていて、結構ね辛めになってくるんですかね。はい、お子さんはねちょっと気をつけていただいて、でもね大人にはこれもまたねたまらない一つかと思います。食べ応えも抜群でした。8つ目、ザクモッチドッグメキシカンミートになりますね。こちらチリコンカンっぽいような、フィリングが中に入ってまして、上のソースがねチェダーチーズソースになるんですね。なのでねまろやかさもまたプラスされて、こちらがね唐辛子マークがついているようなメニューになるので、これがね本当に結構あ食べ続けると割と辛いなっていうなので、もう食べ続けると汗をかいてしまうようなね一つでした。私ね辛いの大好きなんで、これは非常にたまらない惣菜系ドーナツ、ドーナツなんですかね。はい、ザクモッチドッグでしたね。ザクモッチドッグ最後に食べていくのが卵になりますね。こちらはねもう非常にまろやかで塩味の効いた卵が中に入っているっていうような感じですね。で上にもねゆで卵がよいしょしてて、これ結構食べやすい一つでしたね。まあ、カロリーがこれね一番ザクモッチドッグの中では高いので、まあ、パクパク食べちゃうとこれもねどんどんね体重増えていくので気をつけたい一つですね。
個人的には今回のこのザクモッチドッグシリーズの中ではメキシカンミートが個人的には大好きでしたかね。はい、どれもこれもね、美味しいは美味しいんですけれども最高でした。お次に食べていくのがストロベリーカスタードフレンチになります。これはもう言わずもがな空気ですよね。今回ちょっと朝市に行ったこともあるんですけれども、あんまり種類が出てなくて、で、まあ普段食べないようなものもね、ちょっと食べようっていうことでこちらをチョイスしました。まあ美味しいカスタードフレンチでしたね。はい、続いてしっとりマフィンレモン&チーズクリームですね。こちら多分ね、一回食べたことあるんですけれども、中のチーズクリームが非常に美味しいですね。レモンの爽やかさも相まって食べやすい一つでした。そしてホットセイボリーパイバーベキューフランクフルトになりますね。これ多分ね、私初めて食べますけれども、もう中のフランクフルトがまあ肉肉しいことありゃしないっていうね。やっぱ筋トレ直後だとね、どうしても体がタンパク質を求めてしまう。今回自分の中でも結構惣菜系攻めたなっていうような思うミスド回でしたね。普段食べない言葉ってかね、なかなか美味しいなというふうに思いました。はい、それでは新作ドーナツ2週目ですね。フロマージュドオリジナルになります。今回のこのフロマージュドドーナツについてね、ちょっとお話ししようと思うんですけれども、こちらさっくりでしっとりを閉じ込めた新食感らしくて、ミックス粉とチーズクリームの配合バランスの研究を重ねて新しく開発されたチーズドーナツ生地だそうですね。なので中しっとり外さっくりっていうね、もう今までありそうでなかったっていうのをね、こちらのドーナツで再現したかったようですね。確かに今回のこの新作たちね、食べてて、あ、ドーナツかいこれはっていうような、結構ね変わった食感のドーナツたちでしたね。全然悪い意味じゃないんですけれども、でもまあチーズを練り込んでるっていうこともあってか、このカロリーなんでしょうね。まあ納得ですよね。はい、そしてフロマジュドティラミスを食べていきます。今回この4種類の中でこれがね、個人的に一番美味しいなっていう風に思いました。やっぱりあの甘さはそんなにこうかったるいっていうような感じじゃなくて、割と控えめな部類ではあると思うんですけれども、このねティラミスのほろ苦さがね、まあいい味出してるんですわこれ。なのでそのバランスをちょっと評価してね、個人的な1位となりました。はい、もうねこれ説明いらないですよね。もう私の中で一番大好きな、ゴールデンチョコレートになりますね。あのもうボロボロ崩れるんですわこれ。あの小皿とかね、そういうのがないとちょっとあの舌大変なことになっちゃうんですけれども、到着した時ねこれなかったので、うわーマジかって思ってたんですけれど、終盤に来てね出していただけたので、もうね希望の光が差し込んだっていうような感じです。はい、そしてザクモッチドッグメキシカンミート2つ目ですね。はい、さっきも言ったようにこのメキシカンミートが個人的にはザクモッチドッグの中では一番かなというふうに思いました。店員さんにこちら温めてできますかっていうふうに聞いたら、結構油がこう出てしまうので、あのできないこともないんですけど、てんてんてんみたいな感じになってしまったので、あのじゃあ大丈夫ですっていうことで、多分なんですけれども油でギットギトになってしまうんでしょうね。それは何としても避けたいので、皆さんも気をつけましょう。はい、ここに来てね、なんとファンシードーナツが出てきてくれました。宇治抹茶チョコレートになりますね。もう宇治抹茶系のね商品にさよならを告げる時が来てる頃なので、こういったファンシードーナツがねそろそろ出てくる頃合いでしょうということで、こちら食べていきましたが、まあチョコレートと宇治抹茶の相性っていいよね。すっごい早口になっちゃった。これもねあのすごい美味しい一つでしたね。もうお前たち最高だぜって感じでしたね。はい、せっかくお茶ときたので、またこの生ポンで宇治ほうじ茶きな粉を食べております。結構これね名前言うの大変ですね。あの結構もうもちもちとろとろみたいな感じなので、もう二口で食べれちゃうんですよね。これ食感ナンバーワンですね。最高に美味しいです。はい、そうしましてこちらが最後の一つになります。36種スパイスで作ったカレーパイになります。早口言葉みたいですね。これもね初めて
食べましたが、まあ、締めにもってこいの一つ でもないけど美味しかったです。これもまたねスパイスが結構効いててね、食べ続けてるとまあまあ汗かきそうな一つでしたね。ちょっと朝一だったっていうのもあってね、そんなに今回は食べれなかったんですけれども、まあお腹いっぱいになって非常に満足いく食べ放題でした。この動画がいいと思いましたら高評価チャンネル登録していただけましたら幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。